まりさ、小林製薬の紅工事が、テレビでニュースになっているわ。ああ、取引がある会社52社に供給されていて、各社が自主回収をするなど対応しているが、どんどん拡大していってる。入院している方も見えるし、健康食品よね。一体何があったのかしら？それじゃあ今回は、小林製薬の健康食品によると見られる健康被害と、他社で最近あった自主回収の例、健康食品による健康被害の例について、ゆっくり解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。小林製薬株式会社、以下小林製薬は日本の医療品メーカーだ。アンメルツ、ナイシトール、アイボンなどの医薬品はもちろん、ブルーレット、消臭源などの消臭剤や、サラサーティなどの衛生雑貨でも、有名な企業だぜ。ドラッグストアでおなじみの商品ばかりだわ。あったらいいな、を形にするを、スローガンに掲げ、消し民、熱さまシートといった、ユニークな名前の商品や、小回りの効く製品開発を、売りにしているんだ。クスッとしちゃうネーミングセンスよね。そんな小林製薬だが、2024年3月23日、自社開発の健康食品、紅麹コレステヘルプを摂取した人が、腎臓の病気などを発症したと、報告があったことを発表。小林製薬が自主回収の対応を取るなど、大問題になっているぜ。そうそう、ニュースは、この話題でも聞きりだわ。ことの経緯を説明すると、2024年の1月から2月にかけて、発症した本人や医師、計6人から、症例について小林製薬に報告があった。この6人は、むくみや倦怠感、尿の色が濃くなるといった症状を訴え、入院しないといけなくなるほどだったとのこと。さらに、そのうち2人は、一時的に人工透析を必要とするほど重症だったそうだぜ。人工透析、深刻なレベルまで腎機能が落ちてたのね。小林製薬は病名の詳細は明らかにしていないが、腎機能が低下していたと説明。この6人のうち、5人はすでに退院しているが、この製品によると見られる症状で、現在も7人が通院している状況なんだ。同じような症状が出ている人たちが、全員同じものを飲んでいたなんて。小林製薬は、健康食品が原因となった可能性があるとして、報告があった紅麹コレステヘルプに加え、紅麹の成分を含む2つの健康食品の自主回収と、使用中止を呼びかけているぜ。そうするのが最善でしょうね。その後、同じような状況と症状で、入院や体調不良を訴える人が続々と明らかとなり、同月26日には、今回の問題に関連するとみられる死亡者まで判明。シャレにならないわ。2024年3月29日時点で、小林製薬は事実や因果関係について、確認中としているが、紅麹の成分を含む、健康食品によるものとみられる症状で、亡くなった人は5人、入院している人は114人、通院している人や、通院を考えている人は、約680人と発表しているぜ。因果関係は確認中とは言ってるけど、これだけ健康被害を訴える人がいると、無関係とは思えないわ。実は、今回の問題について、小林製薬が商品の分析をしたところ、想定していない成分が、含まれている可能性があることが判明したんだ。ええ？怖すぎるんだけど。っていうか、そもそも紅麹って一体何なの？紅麹とは、米などの穀物に、カビの一種紅麹菌を繁殖させて作られたもの。2000年以上も前から食用として使われている、歴史ある食べ物で、沖縄の名物豆腐用などの発酵食品や、天然の着色料としても使われているんだ。豆腐用のあの赤色って、紅麹の色だったんだ。紅麹には、ロバスタチンという成分が含まれていて、コレステロールを下げる効果があると、言われていることから、紅麹を含む健康食品などが、多くのメーカーから販売されているぜ。紅麹って、本来は体にいいものなのか。ただ、元となる紅麹菌には色々あって、中には紅麹を培養する過程で、シトリニンというカビ毒を作るものもいる。シトリニンは、腎臓の病気を引き起こす可能性があると言われているぜ。悪い紅麹菌もいるのね。フランスでは、紅麹由来の健康食品で、健康被害があったという報告があったそうだ。そのためフランスでは、妊婦や子供、高齢者は摂取を控えるよう呼びかけたり、ヨーロッパ連合が、健康食品内でのシトリニンの基準値を設定するなど、対策が行われているそうだぜ。海外では実例もあったのか。シトリニンは小林製薬が言っている、想定されていない成分とは違うの？
チトリニンについては、当初症状の報告があった時点で懸念されていたが、分析の結果、チトリニンは検出されなかった。そもそも、原料となったベニ麹では、チトリニンを生成しないベニ麹菌を使っているから、この可能性はかなり低いと考えられるな。なるほど。他にも、ベニ麹の製造過程で作られる化合物、米ベニ麹ポリケチドの大量摂取や、有毒な成分の含まれない、とある物質が引き起こしたアレルギー反応によって、腎臓へ悪影響が及んだのではないか、とも考えられたが、いずれも可能性は低そうだぜ。そっか、小林製薬が、腎臓の病気を発症した人たちが摂取していた商品の、製造過程を調べたところ、すべてにおいて、同じロットの原料が使われていたことが明らかになった。ふむふむ。そこで、商品に使われたすべての原料の生産時のデータを調べたり、その原料を使った商品を再分析したところ、一部の商品と原料に、未知の成分が存在することを示す結果が出たんだ。未知って響きが怖すぎる。後に、その成分について、別の方法で分析したところ、プベルル酸という物質である可能性が高い、という結果に落ち着いたぜ。何それ？未知の言葉が出てきたわ。プベルル酸とは青カビから作られる物質で、抗生物質の特性を持ち、毒性がとても高いことでも知られている。ただ、腎臓に影響があるのかについては、現時点では明らかになっていない。小林製薬は、プベルル酸以外にもあらゆる可能性を視野に入れて、現在も調査を進めているぜ。少しでも早く、原因が明らかになってほしいわ。今回の問題をめぐって、SNS では、ベニ麹自体がダメなのか、小林製薬のベニ麹がダメなのか、どっちなんだ？といった声が見られ、混乱が広がっているようだ。ベニ麹が何なのかさえ、よくわかってない人たちも多いでしょうからね。小林製薬が製造したベニ麹は、52の企業に直接供給されていて、その中の複数の卸売業者を通じて、170以上の企業に販売されている。そのため、ベニ麹を使った他の商品についても、ベニ麹が小林製薬のものなのか、しっかり消費者に教えてほしい。といった、安全性を不安視する声が上がっているんだ。亡くなってる人が出ているわけだし、不安になっちゃう気持ちもわかるわ。小林製薬は取引先に対して、ベニ麹を使ったすべての商品の、販売や使用を中止し、商品の回収に協力するよう要請している。食品メーカーなどが、相次いで販売中止や自主回収の対応を取っているぜ。取引先も対応に追われてるのね。とある老舗の豆菓子専門店では、ベニ麹が使われている13商品の自主回収を決定。休日返上で対応に当たったそうだ。問い合わせの電話やメールも殺到し、人に送ったものが回収の対象になっていたとかで、どうしてくれるんだと、怒りをあらわにする人もいたみたいだぜ。このお店もある意味被害者なのに、辛すぎる。また、小林製薬が製造するベニ麹を使っていない企業にも、問い合わせが相次いでいるという、今回の問題が、どれだけ消費者に衝撃を与えたのかがよくわかるな。ほんとほんと、ベニ麹のイメージは、今回の問題で正直かなり下がってしまったと言えるだろう。ただ、忘れないでほしいのは、ベニ麹自体は、決して悪いものじゃないということだ。ベニ麹には体にいい効果があるって、言ってたものね。不安になってしまう気持ちはわかるが、問題となっている小林製薬の健康食品を、摂取していたわけではないのなら、他のものでベニ麹を摂取していたとしても、過度に恐れる必要はない。このあたりを十分理解してもらいたいぜ。はい。小林製薬のベニ麹によって、多くの企業が商品の自主回収を余儀なくされたが、ここ最近でも、問題を起こして、商品の自主回収をしていた企業が2社あるんだ。え？そうなの？1社目は、アイリス大山ことアイリス大山株式会社。生活用品や家電機器などで、有名な企業だな。生活に必要なものが揃ってるから、よくお世話になってるわ。2023年9月19日、アイリス大山は、自社製造の、パックご飯もち麦ご飯の一部に、原料のもち麦に付着した菌が、残っている可能性があるとして、自社ブランドや、プライベートブランドとしてスーパーなどで販売する、4商品のうち、対象となる生産ロットと賞味期限のものを、自主回収すると発表したんだ。菌？それってやばいやつなんじゃ？確認された菌については、自然界に広く存在しているものらしく、この発表の時点で、健康被害の報告はなかったぜ。しかし、念には念をということで、自主回収に至ったとのことだ。
自然にあるものなら、最悪食べちゃっても大丈夫そうだけど、何かあってからじゃ遅いから、これは賢明な判断だと思うわ。当初は、30万個ほどの自主回収を発表していたが、消費者から、対象外の商品でご飯が変色し、液状化しているものがあったと指摘があった。後に、自主回収の対象商品と同じように、菌が残っている可能性があると確認されたため、対象となる賞味期限が増え、自主回収の数も160万個ほどに激増したぜ。倍増どころじゃないわね。2社目は、551蓬莱でおなじみの、株式会社蓬莱。豚まん、大好き。2024年3月17日、蓬莱は、2日連続で豚まんに異物が混入したとして、自主回収することを発表したんだ。2日連続 ?1 回たりともあってはならないのに、前日の16日、大阪市の工場で、玉ねぎの洗浄カットラインの、水跳ね防止のためのカバーの樹脂が欠け、豚まんの具に混入。ラインを洗浄して翌日には生産を再開したが、どうやら十分に洗浄ができていなかったらしく、再び樹脂が混入していることが、明らかになったぜ。ちょっと、しっかりきれいにしておきなさいよ。回収対象は、16日生産分の約19万6千個と、17日生産分の約11万6千800個、合わせて約31万3500個にもなったんだ。ちなみに、この発表時点では健康被害は確認されていないそうだぜ。ちゃんと洗浄しておけば、17日分の豚まんは無駄にならなかったのに。とまあ、最近の食品の自主回収については、こんなところだ。どちらも、健康被害は出ていないからか、そこまで大ごとにはなっていないみたいね。じゃあ次は、今回の小林製薬みたいに、健康食品を摂取したことによって、健康被害があったと見られる例を、2つ紹介するとしよう。お願いするわ。厚生労働省の健康被害情報によると、1つ目は、むくみをすっきりさせる効果があるというメリロート。2003年、メリロートを摂取したことで、肝機能障害を起こし、入院したという女性が2人いたと報告された。ふむふむ、1人は20代の女性。2002年1月から使用を始め、同年5月の健康診断の血液検査で、肝機能値の上昇を指摘されたが、自覚症状はなかったそうだぜ。次の日に医療機関を受診したところ、その日のうちに入院となったんだ。ええ、本人は自覚なかったみたいだけど、思った以上に深刻な状況だったのかしら？その後、治療により調子が良くなったため、同年7月に退院。メリロート以外に、薬や健康食品は摂取しておらず、入院してメリロートの摂取をしなかったことで、肝機能が改善し、ウイルス性肝炎などにはなっていない、ということから、メリロートの摂取による、肝機能障害だと疑われたようだな。なるほど、飲まなくなってから改善したなら、それが原因の可能性は高いかもしれないわ。もう一人は30代の女性。2001年6月からメリロートを飲み始め、翌月に黄疸や倦怠感が見られたため病院を受診し、翌月に入院となった。この人は飲み始めてから、割とすぐに症状が出たのね。その後治療により症状が回復したため、同月中に退院したが、メリロートを摂取したところ症状が再発し、次の日には再入院することになったんだ。ウイルス性肝炎などにはなっていないことと、症状の経過などから、メリロートとの因果関係が疑われたぜ。飲むのを再開してすぐに再発なんて、絶対関係あるわ。二つ目は、アマメシバを使った健康食品。アマメシバは、東南アジアが原産の植物で、加熱調理して食べることで、不足しがちなビタミン類や鉄分、カルシウムが摂取でき、母乳が出やすくなる、という効果もあると言われているんだ。へえ、そうなんだ。アマメシバについては、2003年に二つの商品で複数人が、閉塞性細気管支炎を発症し、入院したり通院したりしていたんだぜ。ちなみに台湾では、1994年頃から2000年にかけて、生のアマメシバのジュースを摂取した、200人から300人に肺障害が発生、そのうち10人ほどが亡くなった、という報告もあるんだ。ええ、恐ろしすぎる。でも、よく考えるとこれらって、結構前の話なのね。厚生労働省のホームページでは、2007年度以降の、健康食品による健康被害の報告は見つけられなかった。それに、報告されているものでも、症状を訴えた人は数人程度。今回の小林製薬のような、大規模なものは見られなかったぜ。長い間、健康食品による健康被害が、落ち着いてると思われたところに、小林製薬は、
大きな石を投げ込む形になっちゃったのか。世間を大きく騒がせた小林製薬のものに限らず、どの健康食品においても言えることだが、健康食品は、必ずしも安全とは限らない。たとえ、有害な物質が含まれていなかったとしても、だ。え？健康食品なのに？どんな食品にも、体に害のある成分は含まれていて、食べすぎると毒になる。ただ、一般的な食品は食べられる量に限界があるから、食べすぎて健康被害を起こすことは、ほとんどないぜ。納豆が体にいいと言われていても、毎日何百グラムも食べるなんて不可能だものね。しかし、多くの健康食品は、カプセルや錠剤、粉末や顆粒といった、手軽に摂取できるような形になっている。それに、成分が濃縮されているから、簡単に過剰摂取につながってしまうんだ。確かに、一部の物質は大量に摂取することで、病気のリスクを上げるという指摘もあるぜ。野菜などに含まれるベータカロテンは、癌や心筋梗塞などの予防に、効果があると言われているが、喫煙者がベータカロテンのサプリメントを、長期間にわたり大量摂取したところ、肺癌の発生リスクを上げたそうなんだ。逆効果になってるじゃない。健康のためと、間違った摂取の仕方を続けていると、健康とは反対の道を、歩んでしまうことになりかねない。健康を買ったつもりが、害を買ってしまった。なんてことにならないよう、消費者である私たちが、気をつけていかないとな。用法用量を守って、正しくね。小林製薬の紅麹問題。一体どうなるのかしら。まずは、原因となったとみられる物質の、特定が急がれるな。消費者や企業への対応にも注目だ。有害な物質が入っていないとしても、健康食品の摂りすぎは体に毒となる。名前の響きに惑わされず、正しい使い方を心がけていきたいぜ。みんなは小林製薬の紅麹問題や、健康食品による健康被害についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。